AMS ネーベは29年前の1992年にイギリスの AMS 社とネーベエレクトロニクス社が統合され発足した音響システムの設計及び製造する企業デジタル回路設計技術と生産経験を持つ AMS とアナログ回路設計技術を持つ両社が合併したことにより様々なデジタルコンソール関連の開発が進められた AMS 社は 1970年代後半からイギリスを中心に世界中のレコーディングスタジオへ導入された代表的なデジタルリバーブレーターであるリミックスマイナス -16 とオーディオサンプリング機能を合わせ持ったピッチシフトディレイ機の DMX-1580S という2機種を開発生産していたイギリスのデジタル音響機器開発に特化したメーカーでありその技術は高く評価されていた もう一方のネーベ社は61年前、その両社が1992年に AMS ネーベとして合併し、現在の AMS ネーベ社となっている。製品群には往年の名機として、まだにプロフェッショナルのレコーディング現場で使われ続けている HAEQ のネーベ1073とネーベ1081が当時の回路のまま再生産され、デジタルコンポーネンツを取り入れ D。 A コンバーターを内蔵したものも追加されるなど、AMS との合併によって、今までのネイベ製品は、幅広い製品群になっている。ネイベ VR-72WithFlying、flying, フェーダーズネイベ VR-72WithFlying、flying, フェーダーズネイベエレクトロニクス時代からのコンソール、構築ノウハウと AMS のデジタル技術などが、組み合わされて、AMS、ネイベ独自の製品が展開されている。 ネーベエレクトロニクス社時代の製品群を現代に復活させ、さらに新たなカテゴリーとして DAW システムとの組み合わせを考慮した機種も開発されている。放送局向けに開発されたデジタルコンソール。ありがとうございます。